こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、クォーツ腕時計をですね、長期間、使わない場合ですね、そういう場合は、いろんな方法あるんですが、そのことについてちょっと、ご説明したいと思います。どうしても長期間使わないでね、ちょっとこう、今使う予定はないよ、もう、ちょっとこの時計飽きたしという場合はですね、逆にですね、いろんな方法あるんですよ。流通を、引っ張って、止めとく状態と、あともう一つはですね、一番、おすすめたらですけど、逆に電池抜いちゃった方がいいんですよね。でも忘れてそのまましとくと、今度電池から漏液したり、このようにですね、もう抜いちゃった方がいいですよ、最初から。で電池だけ別に保管しておいて、電池はまだ新しくしなきゃダメですけどね、そういう場合はね、その方がね、逆によろしいかと思います。漏液しちゃうと今度非常に高いものつきますんで、オーバーホールだけじゃ済まない場合ちょっと出てくるんですよね。中の電子回路とかね、例えばそういうのが、これ水性の機械ですけど、こういう場合ももしこの漏液しちゃうと、この回路関係もダメになっちゃいますから、もう回路とコイルがこう一緒になってる部分も結構あるんですよ、水性の場合。そういう場合の非常にこう、もうプラス何万もかかる場合ちょっとありますんでね。ですからその逆にこう抜いといた方が、ね、いいと思いますので、そういう対応もいたしますのでね、どうかよろしくお願い申し上げます。